ペーター・シュトルク。ペーター・シュトルクは、ドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。2002年から2005年まで、ゲアハルト・シュレーダー内閣で、国防大臣を務めた、ニーダーザク先週ゲッティンゲ生まれ、ギムナジウムを1962年に卒業後、ゲッティンゲン大学とハンブルク大学で法学を学ぶ。在学中の1964年に、ドイツ社会民主党に入党。 1967年に司法修修正。1971年に国家司法試験に合格。同年に青少年とアルコールについて書いた論文で法学博士号を取得。同時にハンブルク市職員となる。1972年までハンブルク大学学長補佐官。1973年までハンブルク市財務局に勤務。 1973年から、ニーダーザック先週、ユルるるン氏条約。1983年、弁護士免許所得。家族は、夫人と三次。1980年、SPD から、ドイツ連邦議会選挙に出馬し初当選。1990年から98年まで、党の連邦議会議員団議会事務局長。百九十八年から二千二年まで、 党連邦議会院内総務。2002年、ゲアハルト・シュレーダー首相は、スキャンダルの多いルドルフ・シャーピング国防大臣を、公鉄、公認に、シュトルクを指名し、7月19日に就任した。2003年5月、国防省として、ドイツ連邦軍の近代化、軌道化、コンパクト化を柱とする新国防政策綱領を発表。その革新は、ドイツ軍のアフガニスタン国際治安支援 部隊へのの参加を正当化しして彼がその年12月4日に発した言葉ドイツの平和はヒンドゥークュでも守られるに言い尽くされている。2004年7月、心臓発作で数週間職務を休止した。同年、1999年から2003年までのドイツ軍海外派遣に関するデータが抹消されてしまう。後に、これが表面化したが、首相府は、 コンピュータ操作上の単純なミスと説明した。2005年、第74戦闘航空団の伝統的愛称、メルダースを、その元となったドイツ空軍の英雄ベルナーメルダースが、ゲルニカ無差別空襲を行ったコンドル軍団に、志願していたことを問題視して取り消す決定をした。数人のドイツ連邦軍の将軍が、この決定に反対し、フランクフルター・アルゲマイネ・タイトングに、意見広告を掲載した。 2005年の連邦議会選挙でシュレーダー首相が退任し、アンゲラ・メルケル内閣が成立すると、シュトルックも11月22日に離職した。退任直後から SPD の連邦議会院内総務に復帰。選挙の結果、SPD はアンゲラ・メルケル政権でドイツキリスト共民主同盟と大連立を組んだが、シュトルック院内総務はセディ及びメルケルに対する最強候補であり、 連立パートナーを批判する発言がたびたびメディアに取り上げられていた。2008年4月、翌2009年に行われる予定の総選挙に出馬せず、政界を引退することを表明した。シュトルックはサッカーブンデスリーガのメモンボルシアドルトムントの経営委員を務めた。またオートバイ競技振興協会メイル氏の顧問でもあった。2012年12月19日。 心臓発作のためベルリンのフンボルト大学ベルリン医学部附属病院シャリテで死去。69歳ボーツ。2013年1月3日、ニーダー・アザク選手、ユル選手の聖マリエン協会で葬儀が営まれた。聖マリエン協会は、ドイツ福音主義協会に加盟しているルター派協会である。ありがとうございます。